り上がり。見やへんで。あーあーあー、何も言うな、誰も何も言うな、誰も何も言うてへんか。よし、行くで。まだ決まってへんから数字は。2桁お願いします。にゃっ危ない、叩きつけるとこやった。危ない。1437番、お疲れ様でした。いや、ほんまに、ワンチャン無理、ワンチャン無理。座れやん。なんだやんのここ。400台ぐらいかけど、一応スロットコーナーは見に行きます。あ、ファンカンやん、ファンカンやん。ファンカンで当てたら今回で、はい、ありがとうございます。あ、待って、パチンコ全然座れる。うせやん。一旦スロット見に行って、あ、ごめんなさい、ありがとうございます。一旦スロット見に行って、そっからパチンコ流れていきましょうか。というわけで、おはようございます。磯丸です。ロバティステーションの磯丸でございます。というわけで、まあ、ほんと成り上がり街道録でございます。で、新宿アルジンさんに、やってきたわけなんでございますけど、1288人中1437番、分母を越すっていう、なんか限界突破したみたいな感じなんですけど、まあでも限界突破した方は僕以外にも、2人いらっしゃって、3名の方が、限界突破して1400番台と。あー、すごい。僕が一番最後だと思ってたんですけど、僕よりもモサがいたということで、まあ、一緒に入場して今日は頑張ろうということでございまして、まあもちろんスロットコーナー、まあ、見てくれた方も思うんですけど、まあ、無理でしたね。で、まあ、ほんま取れる状況ではなかったんで、まあ、下降りてったら、まあね、端っこ方は全然空いとったんで、まあ弱虫ペダル、寝台で入ったんですね。まあ、寝台で入ったって言ってもあれなんですけど、まあ、ちょっと立ってるんですけど、まあ、背景レースにしてギャンギャン回していこうかなと。まあでもね、こっちの方もね、背景いいレースだったらいいんですけど、まあ多分、まあわからん、そんなわからんから。というわけで、まあ気合い入れて頑張っていこうかなと思ってますんで、よろしくお願いいたします。いや、というわけで、まあね、恥ずかしいんで、ちょっともう静かに、恥ずかしいんで静かに行きましょうね、静かにね。はい、というわけで、新宿アラジンさんで今日も一日、せーの、あれだよー、ありがとう、ありがとう、成り上がり。はい、というわけで、信頼の弱虫メダルですね。なぜか、まあ、余裕で相手なんで、まあ、パチンコは結構空いてましたね。アキライエヴァとかも相手なんで、まあ、ずっとパチンコを打たずに剣しててもよかったんですけど、まあ、やっぱ持て余しちゃうんで、時間を。だったらもう、サクッと当ててやって、決めちゃった方がいいのかなと。余裕持ってスロット行った方がいいのかなというふうに思いました。で、まあ、結構、酷評。スペックきついし、出玉少ないし、なんだこれという感じなんですけど、まあまあ、原作のシーンとかもやっぱ見れるんで、テンションは上がりますよ。で、まあ、スペックの方なんですけど、結構ややこしくなってて、というか、まあ、発当たり確率が221分の1なんですけど、核変突入率 6% ぐらいしかなくて、まあもう無理じゃないですか。で、まず00ラインみたいに100回転の時短持ってきて、で、そこで当てると。ただ全部が全部100回転じゃなくて、ミロースリー君のやつで当たると50回転しかもらえない。まあ穴隠れの可能性一応あるんですけど、まあ全部あるか。まあきついっす。で、ラッシュ入れたら入れたで、まあ 65% 継続の核変機プラス100回転までは絶対に続くと。で、高確率状態だと115分の1か117分の1で当たると、まあ本当しょっぱい台なんですよ。ああ、赤ホールド来ましたわ。赤ホールド来ました、赤ホールド来ました。じゃあ、でっかい手止めます。数字出てこればね、ここで上がってこい。ポン、メーター上がってこないっすね。あ、来た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 。背景レースボード、これ初めて見ましたね、僕。まあ、多分ゲイレース上げていけば、あ、で、これ基本的にスピードが100になればなんか箱もらえるんですよ。ほら、ちょっと
自信ありますよ。大丈夫な気がします。赤が取れてないな、1個も。まあでも100までは行くと思います。で、100スレで箱ゲット。で、これで何か恩恵がある。ボタンプッシュ、このプッシュが最後の方に発動すると熱いっす。はい、でまあ、クライマックスリーチ。追いつく、それがエースだ。赤ボタンペースト最後まで残ってるので大丈夫じゃないかな。多分連打のやつになると思う。あらら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 らってかっこいいのよ、新海さん。マジかっこいい。ジョーデキア似てるっしょ。かっこいいんすよね。熱いんすよ。これでエースを発射させると。で、連打かな、多分。あ、連打じゃない、カットイン、金カットイン。大丈夫でしょう。いや、もうこういうなんかあの線の描写が俺めっちゃ好きなんですよね、スタードライバーといい。ガッガガ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 ガなんですけど、まあ、ここから100回転とりあえず時短もらえるんで、そこで当てることができたならばようやくトップオブ、トップオブなんだった、ロップオブロードに入るとなんですけど、まあ入ってからの方が説明いいな。で、100回転の時短、ここでもう一回221分の1当てることができたならば入ると。あ、やばいやばいやばい、危ない。美しかったんだ今日もまた涙をこらえて必死こいて。で、もし確変取ってたらここでバカン開くと。まあもう無理ですよ、 6% ですからね。はい、っていう話ですね。はい、これを繰り返す。一応流変わりましたね、回ってます。キモ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 ー。ああ、いった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 。キモキモキモ。ミドルスリーゾーン、これちょっと熱いっすよ。キモキモキモ。行こう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 。行きまーす。何個取れるか。いやー、3つ取れましたね。いやー、ちょっと微妙か。あのクライマックスとか取れてないんで、まあでもリーチアップあるから、あ、金ですね、金。まあ全然可能性あります。はい、これ通常保留じゃないんでね、ヘルメット横回転保留なんで。で、まあギリ3まで行きましたね。はい、からの金、これはちょっと大丈夫じゃないのかなと思いつつある。まあ多分クライマックスまで行くんじゃないかなと思ってます。あー、いいねいいね。さっきのやつ、朝一1回目外したやつですね。で、リーチアップ。うわ、これクライマックスまでいかへんかもしれへん。小野田坂道、あ、これで落下バン。あ、一応クライマックスは行くんじゃないか。あー、いや、クライマックス行かないで金カットインっすね。微妙じゃないかな。クライマックス行かずに当たったこと一回もないんで、当たることあんのかな。当たった、当たりましたね。クライマックス行かなくても当たるらしいです。はい、というわけで、まあ、8図柄で当選153ゲームですね。あと53ゲーム、早ければラッシュ入ってたのにな。行きましょう。まあ、この時短で当てようぜと。
バトルですね、これ行けば。バトル1回で2回転目っすね。おる普通なんで、まあ、でもバトル行きましたね、とりあえず8つから電杯。いやースプリント勝負っすね。多分ですけど、これ田所コールさんが出た方がチャンスっすよね。3年生おダブルアタック、これいけるやろ。いやー緑かー、これ多分ここは外れて、もう一回次ネクスト行くんすよ。分かる、当たるかもしれんけどね。ぶっちぎれいきます。ラストいった、2回転。いや、はいはいはい、よし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 、これね、僕人生初のトップオブロール入りましたね。ただ説明するんですけど、これ右打ちで取ったんですけど、 65% 取ってないと時短100回転の可能性があります。それは一応セグ見ても分かんないんですけど、まあちょっとこれでとりあえず16に行けば絶対大丈夫なんで。あれこれ16取ってんじゃない、無理か。じゃあ先発ぐらいか。960玉、ごめんちょっと分からんけど、まあ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 、ダレーイ一撃。まずここね、ここ16やから俺は大丈夫やと思うけど、いきます。姫姫、うわー9% 取ってた。というわけで6240発、あっさりまあ6000発ぐらい出たんで、もうやめますわ、もういいでしょちょっとスロット見に行こうよ、もう12時回ってるしね。まあこっからは、県に回ります。スロットをやっぱ打ちたいっていうのもあるんで、成り上がり。はい、じゃあパチンコ終わって、でまあそこの喫煙所のところで、まあじゃあ今からちょっと第三口に行きましょうって言った瞬間、アイカブラッドブラスをキープしました。一応まああんま言い訳がましくの、なんか言い訳がましく聞こえちゃうからあんま言いたくないけど、一応保身のために言っておくと、全然譲ってもらったことはないんで大丈夫です。俺もちょっと早すぎてびっくりしてるぐらいなんですけど、よしよしよ、ブラッドアイズから来い、行きましょう。はい、OK、719ゲームプレーションモード、いいぞいいぞ。まあでもブラッドアイからの速攻オペレーションはちょっと弱い気がするんで、ブラストチャンスきついかもな。ボーナス当たったんじゃないですかね、多分。でバトルでしょう。でだごめんレア役なんで、もう一回ちょっと狙います、ちゃんと。そりゃそうかと。この後にボーナスを狙う。よくしかしないのかな。まあボーナス当たってないわ。なんであれですね、普通にブラッドチャンスですね。いきます。はい、ラッキーラッキーラッキー。前場所に裏返るとまあブラッドチャンスなんで、まあいきましょう。728ゲーム、本日1回目のブラッドチャンスですね。うわ来た、1体でいきましょう。はい、2体。いや全然これリプレイでもいけるから、涙さないのが大事。今日の僕のエスパー具合を知るチャンスなんで、行きましょう。チャンスというか一発目なんで、どれぐらい今日は僕エスパーなんない。あー避けられちゃう。まあめっちゃ弱そうやから大丈夫だけどな、こんな。いやー下段に止まればよっ、おーらね。いや今日行ける日やわ。中央線行きます。ダメかもしれんね今日。これは
激アツフラットライン774ゲームあ熱い熱いですね。ブラッドチャンスいきましたね。ほぼお前と一緒に新しい、あ、レインボーなんでボーナスですね。776ゲームボーナス。そう今関西地元おっしゃったんですよ。すげえショックっす。どっちやと思います？同族？じゃあ、おら！じゃあ、最初なんでカラーオブザハードでお願いします。いきます。さあ、行こうね。ここで結局、やっぱね、レインボーまでやればもういい話なんで、正直言うと、デッドアライブ目指せるんですけど、まあまあまあ、いいでしょう。デッドアライブ治るよ。いけっかい。まあそりゃそうだわな。デッドアライブ治りきたってことは結局どうなんだろうな。新しい回転入れてんのかな。俺あれ以来調べてないんで分かんないですけど、デッドアライブモードが融合されてんのかな。2体撃破、あと1発。さあ行きましょう。ちょっとこれ集中しましょうか。よし、もうね、レッドアライブ治りきてもね、行かないことの方がいいんで当てちゃった方がいいんすよ。ハサミマーチ、やっぱ俺はハサミだよ。磯丸ハサミ伝説残してるから。ハサミマーチ、ハサミマーチ、行きます。よし、磯丸をハサミ打ちよ。これみんな覚えといて、テストに出るよ。というわけでブラッドチャンスプラス、本日一発目ですね。212ゲームいただきました。失踪、はいよ、失踪、はい、全然ダメだわ。まあ順当通りぐらいかな。131枚いきましょう。2体3体、まあここは寝続けたら一生終わんないから。かわいい。これ全長中なんで、あのブラッドチャンス、チャンスオンは確定する。ボーナスもなくはないと。あのブラッド、マジでボーナスだ。マジでボーナスでしょね。びっくりした。ラッキーラッキー。やらんすよね。全てを終わらせるって言いましたね今。これボイス発生じゃないですか。ちょっと待って、ちょっと待って、バーサクじゃね。これバーサク行くかもしれないですよ。今全てを終わらせるで、これ電波音じゃないとは思うんですけど、ブラッドジャースも入りましたね。ブラッドボーナス、はい、ラッキー。これバーサク行くんじゃない、わからんけど行く気がします。まあ行くんだったら途中で行きますね。ほらね、これ来たよ。これはもうバーサク行くでしょ。いや行くよこれ。だからボイス反省しましたもんね。ラーシャー、やってやったわ、やってやった、気合いのバーサクモードじゃん。いやもうこれで、これでぶっ壊します。ギャーッシェー、やったったぞ、おら気
決めますわ。もう爆乗せします。あのブラッドアイスカラーを揃えないとダメなんですよ俺。継続率50じゃ限界あるんで。じゃあもう頑張っていきます。いきます。もうベース50ぐらい、50じゃ足んねえよ。もう基本 1とか上乗せ多いんで、狙え。あ、結構今乗ってますね。さあ連打のやつ欲しい。10ゲームの、いやー、これはこのままやと50ゲームですね。50ゲームじゃなくて 50% ですね、継続率。いやー、ブラッドアイソロイをさせなきゃダメ。いやー頼む。いやー惜しい。いやー OK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 、 これで継続率アップしましたね。でも多分 60% だったかな。これ下見たら見分かります。ベース37っすね、下でこれ 60% 継続で42ゲームずつ上乗せですね。ベース42なんで、これは確定。いきます。ああもう最悪や、めっちゃ下手くそっす。めちゃくちゃ下手くそ。まあでもとりあえずバーサー君入れてたんでよかったっす。42ゲームいや上下差も確定してますね。やべえ、結構乗ってきたんちゃいます。いきます。レインボー普通です。まあまあここはもう当てにならないですよ。んなもん関係あるかい。200200、頑張れよ。いきます。この1回目でどんだけ継続させれるか。ゴッドサイオファイーズ弱いよー。いやうまい、まあ、1回継続しただけでも。おー継続かーい。大丈夫きっとやれる。持ってこい来い。あがおじゃあうまい。いやこの攻撃ダメなんすよ。大丈夫いけるよ。恥イエー。歌手の方の恥ボン。いやー危ないね。これはチャンス面引くしかね。これはダメですね。35ゲームのせいパターン。はいで、はい、35ゲームのせい、しょうがない。残り126ゲーム。スイカを中断ビタンやっはい、オレイ120。まあ基本はね、よし、ゲームいいぞ、来てる。とりあえずブラッドアイだろ。はい、うわーっと来たー。まあボーナスはないですよ。上下線を当てます。しゃあ行きます。トゥルリロリーン行きましょう。赤文字よし、上乗せ確定。どこや赤い。スイカやったらもう悶絶。まあチャンスだね。でっかい20ゲームありがてえ。チャンスアップ。これはもう上下線いったろ。早く上下線いただきます。最高乗ってきたぞ。おら上げろ、いつの丸いきます。しょうがない、大丈夫、信じろ。 25% やったから。いける、あたいも手伝うよ。めっちゃ揺れてたな。あたいも手伝うよ。よし
いいぞ、頑張れよ。大丈夫、ここを越えたらとりあえずフェーズゲットできるんで。さあ行こう。60ゲームで足んねえよ。さよなら。だい、あー、60ゲーム残り174。いい、いけてるいけてる。うわー、お、あ、チャンス目か。あー、ボーナスやんけ。リプレイで上空っすねこれ。よっしゃ、リプレイでボーナス上空。よっしゃ、これはうまい。オーライ、行きましょう。さあ、チクショー、まだ終われねえよ。大丈夫、なんか一撃フラグ頼む。いきます、808で1枚。よーし、一体大丈夫、涙三気でいける、信じろ、いける、大丈夫大丈夫大丈夫、いいレバー。おーい、おい、心臓に悪い、いったろ、いやー、もったいね、いったろ。攻撃のモーション入るだけでチャンスあるね。おー、集中切れた。何やってんねん俺は。もうこのもうやめようと思ったらレイアクなんですよね。ボーナスはとりあえずナイス。はい、もうそうだね、ちょっと早いけど、もう流れ止まったんで、まあ、ブラッドプラス自体はもう負けっすね。でパチンコのトータルすれば多分プラスにはなってると思うんですけど、まあ、いやでもここで妥協していいんかな。ちょっと周りの台見に行きます。それでもなんか打てる台なかったらちょっともう実戦終了にしようかなと思います。まずちょっと周り見ます。成り上がり、諦めそうになってた俺。なんか、まあ、今5時ぐらいなんですけど、まあ、基本僕実際4時までなんですけど、もう時間過ぎてるし、一連の流れ終わったし、やめようって思ってました。でも違うだろうよ、これやめてどうすんだと。好きなら打ってんだし、楽しまなきゃダメだよ。でここで諦めてるようじゃ多分この先の人生、まあ大げさかもしれんけど、あの途中でやめちゃうことが多くなっちゃうかもしれん。やろう、もういけるかするか分からんけど、もっと頑張れる、もっと頑張ります。一応デッドアライブの煽り入ったら、まあ、デッドアライブモードが高モードしたっていう推測を出してる人もいるんで、まあ分からんすけどね。まあ一回煽り入ってるし、期待せずにはいれんすよね。やっぱでも高モードどっからが高モードか分からんから、3とか4とか、まあ、4から5行くのに 40% あるのかな、ごめん 50% かな、
行った行った行った、チャンスオン上がってっすね、ほら煽ってる、デッドライブ煽ってる、いやマジで行ってくれ行ってくれ、507ゲームないなかった、いやでも結構煽り出してるから、うわー、まあ300やんけ、ほんで3なんですけど、困って、100やったらよく出てくるんですけど300なんで、倒した方がいい、これはもうデッドアライブなんか言ってられんわ、倒します、うわー冗談やったら、もう何やってんねんほんまに、あーもうマジ300、うわーもうちょマジテンパっちゃった、あーもうごめんなさい本当、やばいわほんま、やば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 、俺もうこれなかった、俺今日やばかった、頭もう破裂しちゃったよ、多分やけどデッドアライブも近いと僕は思うんで、2回は降りてるんで、もう3度目の正直よ、でごめんなさい追加動作も入れちゃいます、4万円目から、これもどんだけ入れてるかわからんくなって、4万円目、あー小型役者2体倒せます、勝負どっちでもいい、外れてもいい、まあまあもう外れてもいい、もうまああえて外したって感じです、嘘です、一歩ねチャンス、ボーナスだったかもしれん、まあでもバインって、あーボーナスっぽい、ボーナスっぽい、全てはリプレーと同時当選で赤同着、もう無理もう無理っす、867ゲーム、デッドアライブはどうしたなあおい、さやなあ、やめときゃよかった、やめときゃよかった、あの時にもうバーサクの時にやめときゃよかった、じゃ あの僕の魂の実践の方は終了したんですけど、まあでも最後まできっちりやりたいなと思います、で生紹介したいなと思います、本当にマロマギがめっちゃ強くて、本当マジ前代あってもおかしくない、もちろん積んでないのもあるけど、全ロゴにしたとしても絶対へこめないはあると思うんで、っていうこと考えたら本当に全然あんのかなっていうのも、容易に想像できます、窓強いもん、今日はちょっと窓が強いのかな、まあ箱の上にしっかり積んでますね、でシェイクも1台おそらく一撃ではないと思います、あたり12回ぐらい引いてます、でまあちょっと上の方をもう見に行きましょう、基本的には別積みしないんですけど、それでもやっぱ別積みしないと場所がないっていう場合は別積みしますからね、これもすごいですね、旗で20回引いてます、伝説だ、角が強そうな気がするな、まあ、こっちの方とかも恐竜戦線もやめられてるやつもあるんですけど、
かなり会社といてね、ドラマも上に積んでます。で、ホットもかなり17回の会社で引いてるなんて勝ったりして、いい感じですね。で、こっちも言われてるんで、で、こっちのホットもね、当たって14回と、これとも15回当たって引いてますね。で、こっちも13回でかなり上に詰めてます。転生がね、どん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 、かなりこっち側の転生が優秀ですね。で、カロライブがもう出玉積んでないですけど、旗で14回引いてるんで、で、ギアスがね、すごいんですよ。ギアスがやばい。これはもう、多分どっか六角とか出てんじゃない、普通に。絆はちょっと時間経ってきたんですけど、まあ、カロがいいっすね、51-35。まあ、あれは別組されてるやつ。で、それ以外のところで言うと、まあ、ぼっちぼっちじゃないのかな。ティアが結構良さそうなんですよ。前来ってわけではないですけど、いや、この真ん中の方とかね、結構まとまって強そうな感じがしますね。ここからブワー見てもらっていいと思うんですけど、マハーレスね、いい感じですね。これもこっちもですね、まあ、初当たり回数は分かんないんで何とも言えないですけど、まあ、かなり良さそうな感じがしてますね。はい、で、別ゼミもこっちにあるんで、今日あのお客さんからも言われたんですけど、やっぱかなり絶対入ってんじゃないのかなっていうふうには思いましたね。僕も感じました。下も結構盛り上がってましたし、まあいつも異常に出てたかなっていうふうには思います。まあ、悔しいですけど、まあエンディング行きたいなというふうには思います。ありがとうございました。マジできつい。ごめんごめん、ちょっとダサいとこ見せちゃった。終わり。終わり終わり。ダサいとこ見せちゃったな。全然大丈夫、全然大丈夫。まあちょっと今回はガチめにへこんでるんで、まあいつもへこんでるけど、ちょっといつも以上にへこんじゃってるんで、はい、まああのブラッドプラス弱虫ペダルはまあいいですわ。あれ午前中ほんとスロット打てなかったんでパチンコっていうのでって、まあ割と結果残せて6000発出せたし、まあいい当たり方もしたし、よかったっす。その後ですよね、ブラッドプラス、まあ、目の前で相手移動して、そこから打ち続けて、で全然もんでもんで減って減って、もう全然ダメだ全然ダメだってなっていってる時に、まあ、バーサクアコが天気やったと思う。まあ本前兆中に引いた、ブラッドアイからボーナスも引っ張ってきて、なおかつ第三停止長押しでボイス発生のバーサク確定。まあちょっと気づきにくかったんですけど、でまあバーサク入って、まあ乗せは少なかったですけど、そっから情報決戦入ったりとか完全に乗って、まあ800枚ぐらいで終わったんですけど、あそこでやめとくべきだった。でまあパチスローあるあるっすよ。まああそこでやめてもブラッドプラス自体はプラスじゃないから、ブラッドプラスっていう名前なのにプラスじゃないっていう、なんかよくわからん感じになっちゃうから、逆に俺はあそこでやめる方がダメだと思うんですよ。逃げてるじゃないですか、それダメだと思うんですよ。で勝負して、でそこからっすよ。まあボーナスも ART もコーンはな、で2回ブラッデッドアライブの煽り来て、もしかしたらコーデッドアライブモードにいるかもしれないっていう状況、多分なんですけど、僕にはそうなんですけど、デッドアライブモード1以上ですよって、1ではないですよっていう示唆なんじゃないのかなって僕はちょっと思ってまして、まあ、意識しちゃいますよね。気づいた800リプレイから重複でボーナス、ここかと、まあ、でもこんだけ言うのも俺めっちゃ好きなんですよ、ブラッドプラスが。でも勘違いしてほしくないのは、ブラッドプラスを嫌いになったわけじゃないです、僕自身が嫌いになりました。まあ、リプレイは嫌いですよ、もうリプレイは一生来んなって思うんですけど、なんかもうええか、もうええよなっていう感じでございます。でまあ話変わって、まあ、ちょっとテンション上げていこう。今日のアルジンさんめちゃくちゃ良かったです。なんて言うんだろう、まあ、並ぶ千何人並んで
で、あーまあすごい並びやなと。でも1400番引いて、あーもう打てへんな。今日めっちゃいい番号引いとったら俺絶対なんか本当に勝てとったなって思えるぐらい、負けとったかもしれへんけど本当に良くて、で、まあ、どこが良かったかって、まあ、本当に手玉紹介見てもらったら分かるかなと思うんですけど、で、あとはその本当北斗とかの、まあ、今流れてるんですけど曲北斗とかがめっちゃ良くて、で、売れかで、あと下の方行っても1台しかない機種とかでも全然上ありそうなグラフィー書いてる。マジとかも60回当たりするぐらいとかさして、で、あと窓マギですよね。窓マギが本当角から1、2、3本、4ぐらいまでドドドドドドーンってデラマ積んどったし、で、っていうかもう本当全台あったんちゃうかなっていうぐらいいう状況やったんで、本当にマジでなんかまあ散りばめられて、でめっちゃ良さそうな感じでした。で別積みとかも本来なんかもう最近別積みしなくなってたんですけど、どうしてもやっぱ置けない場合は別積みになっちゃうんじゃないですかっていう状況が醸し出されとったんで、すげえ出てましたね。すげえ良かったと思います。やっぱそういう日にいい番号を引きたかった。まあ、とりあえず明日も実践なんで気合入れて頑張ろうかなと思います。あとね、YouTube でコメント返しできてなかったんで今からコメント返したいなと思います。はい、やつやさんから、これ気安の回ね、とりあえず言いたいこと、いさまる前髪かわいい、なぎちゃんめっちゃかわいい、ピエロさんのお腹てんてんてん、わら、マキさんの地声聞いたのも初めてかもと。はい、マキさんめちゃめちゃ声ほんといいんすよ。で、まあ、なぎちゃんほんと、まあ、めっちゃかわいらしいんすよ。で、ピエロさんのお腹めっちゃポンなんすよ。で、いさまるくんの前髪かわいいです、ありがとうございます。ビトシャクラさんから、シャクレ、ビトシャクレ、最初から最後まで飛ばさずに見たけど、おいおいどうなってんだよ、俺の大好きなルルーシュ、天の声の出番が少なすぎるじゃないか、もっと前面に出てきてくれるルーシュというわけで、まあ、マキさんをもっと出せっていうことですね。もうマキさんいいんじゃない、いいんじゃない、マキさん座りながらメンバーね、もうめっちゃ出せますから、あの人それだけじゃないですから。でダメック星人、あとは何、ベジータ、まあその本はドラゴンボールキャラ全部漏らしてて、でそこから幽遊白書とかも全然いけるし、まあ、だからあの人一人でアニメ一つ作れちゃうかなっていうぐらいすごいです。じゃあもう早速ね、もう停止していくということで、とりあえず明日は何やったっけ、荒川の方で、ね、ホテルに今から泊まるらしいんで、まああれですよね、荒川アンダーズブリッジ、はい、僕大好きなんで、まあちょっと寝起きのキスはまどろもあなたにしてこようかなと思います。お疲れ様でした。死んでお前これ、おい